西武山川穂高、世間から叩かれまくり食べ物も喉を通らず10キロ激痩せ。山川は動揺を隠せていないと明かすのは、サルスポーツ記者である。山川は同意なく性行為に及ぼうとした点は一貫して否定していますが、世間の批判が思ったよりも激しく憔悴しきっていて、交渉103キロもある体重が10キロ近く減って激痩せしたとか。普段、大食感で知られるが食べ物も喉を通らないらしく、頬もこけたように見えます。健康的ですね。今からそんなんで大丈夫か？刑務所に5年は長いぞ。まあせやろな、兵の中から出てくる頃には70キロや。5年も刑務所暮らししたら60キロ台まで痩せるやろ。あと30キロは痩せられるな。そのまま40キロ痩せよう。93キロで憔悴しきっているって言われてもなんかピンとこないわ。戻ったら瞬速アベレージヒッターになってそう。ホリエモンも兵の中おったら随分見違えたからな。山川もダイエットにはいい機会だぞ。100キロのやつの10キロ減は全く大したことない。すぐ減る。もう腹いっぱい食べることは難しいやろな。もうスポーツできないやろ、こんな痩せたら。そもそも悪いことしたって自覚自体なさそうな感じやったな。文春のインタビュー見る限り、こいつは西武フロントにも行き来たのがアッシュだったな。もう西武も守る気ないだろ。一応西武フロントも守ってやろうとしたんやろ。望んだ結果よ。3年勝つまだ国内 FA 権なし、西武内でも立場がない終わりやね。クビになってソフトバンクがそこから拾ったら格安故障なしで取れるよね。普通に立ち回りがバカすぎて呆れる。こいつの性格からして逆恨みしそうで怖い。本人は裁判してても試合に出られるとか思ってたのかね。示談しない現役終了だろ実質。山川ってあの風貌で豆腐メンタルなんやろ。ならあんなことやるなって話やけど。めちゃくちゃ打つようになったら草。打つ場所与えられんやろ。とってもええけど出所時はアラフォーやぞ。通貨痩せたからなんなんだよ、自業自得だろ。